今日はですね、あの、大正時代の映画、活動写真についてですね、話します。あの、テキストはですね、えー、まあ、先週も紹介しましたけども、怪盗15まと活動写真の時代ですね。えー、この他のまあ参考、えー、書類、ま、いろいろちょっとここに並べてあるんですけども、この辺はプレミアムの方で紹介します。えー、大正時代とは何かっていうとですね、まあ、1912年が大正元年なんですよね。で、 あの、鬼滅の刃が大体ストーリー始まったのもですね、大正元年あたりだし、あと、タイタニック号が沈没したのも1912年、大正元年ですね。あと、まあ、明治天皇が崩御した。明治という大きい時代が終わった。まあ、いろんなですね、ものが詰まってるんですけどもですね。あの、大正時代のわかりやすい資料っていうのは、まあ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 、資料というかですね、鬼滅の刃がですね、案外いい資料なんで、ちょっと今回 <laughs> 使ってみようと思ったんですけども、 これあの、鬼滅の刃に出てくるですね、浅草です。あまりにですね、明るすぎて華やかで人が多いから、第7話ですね、炭治郎が超ショックを受けるシーンなんですけど、浅草の円形で、まあ、寄った浅草ですね、いっぱい旗が立って、で、夜もですね、電気で赤々と輝いてるわけですね。で、あの、炭治郎がなんでここの明るい浅草にショックを受けたのかっていうと、電気の明かりがあるからじゃないんですね。すでに、 炭治郎の村でもですね、電気って当たり前なんですよ。あの、もうね、1話でですね、えー、近所の村に炭を売りに行くシーンで、あの近くの村に行ったら電線ですね、すごい高い電線が生えてて、ものすごくたくさんの,、まあ、のあ電柱が生えてて、電線が走ってるんですよね。で、エンディングでもですね、こう、電線がきっぱりこう見えてるわけですよね。で このエンディング、これ何やってるところかというと、街に向かって炭を売りに行ってるシーンですね。つまり、炭治郎の家と、あの、麓にある、あの、村の間にはもうすでに電線が走ってるんですよ。だから、すでにもう、村では電気が当たり前になって、もうあと何年か待てば、炭治郎の住む家の辺あたりにですね、電気が来てもおかしくないんですね。で、いやいや、そんなこと言ってもまだまだ、 炭治郎が住んでる、ね、山奥の一軒屋まで電気なかなか来ないんじゃないかっていうふうに考える人いるかもわかりませんけど、これは後で話しますけども、大正時代というのはものすごいはずで電化が進んだ時代なんですね。ガス、水道は遅いんですけども、電気はね、すごい早いんですね。で、普及率もめちゃくちゃ高くなるんですよ。つまり、あの、かま炭治郎がですね、見上げていた空ですね、あの作品の中でアニメでもゲームでもですね、僕らは彼らが 見上げていた空っていうのはついつい青空を考えちゃうんですけど違うんですよ。彼らが見上げた空っていうのはよっぽどの山奥でない限りだいたい電線が空を走ってる、電線が空を区切ってるですね。僕らが見ていた空に割と近い、そういうお話なんですね。大正時代っていうのはそういう話、時代なんですよ。で あの、まあ、具体的に言うとですね、明治15年、1882年ですね、今日話すですね、お話の30年ぐらい前に、もうすでに東京の銀座にですね、日本初の伝統が、アークがですね、灯っています。で、この頃は30年前は電気珍しかったんですよ。わざわざ電気で灯った明かりを見るために人々が来たぐらいだったんですけども、しかし、この丹次郎がこの、 あの、さっきのですね、浅草に行ったのはですね、もう、えー、それから30年経ってるんですね。で、すでに日本全国に発電所が立ち出しています。すごいですよね。で、あの、は東京をまあ中心に急速に普及してですね、さらにエレベーターとかですね、あと電車などですね、電気は動力用としても利用されています。で、大正象5年にですね、全国の工場ではですね、50%を超えてる。電化率が。つまり、日本全国ですよ。日本全国の 工場がですね、もうすでに石炭とかそういうのではなくて、電気になってる。5割になっているのが対象という時代なんですね。で、あのー、まだですね、家庭ではですね、井戸とか、あと薪で炊いてるのがあったと思うんですけど、ただそれもですね、その明治時代の石油ランプが捨てれて、 えー、上水道とかガスとか電気がどん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 普及していきました。これも明治の末の話です。で、家庭用電化製品が出たのも大正時代で、扇風機出るわ、電気ストーブ出るわ、電気アイロン出るわですね。電気コンロがもうすでに発売ではなく普及し始めてます。大正の元年で。で、ブリキアとか、ブリキとかセルロイドのおもちゃなど、新素材のおもちゃもですね、登場しているので、丹次郎がその弟たちに買おうかなと思っているおもちゃっていうのはもうすでに僕らの 持っているようなものとそんなに変わらなくなっているんですね。えー、カレーライス、トンカツ、コロッケは対象の三大洋食と言われるぐらいで、人々のご飯もです、ね、急激に変わっていったのがこの時代ですね。まあ